石原プロモーション。株式会社、石原プロモーションは、俳優の石原裕二郎が設立した、日本の芸能事務所、制作プロダクションである。本社は、東京都調布市に所在。略称は、石原プロ。また、同社が制作していた、大都会パートイの、黒岩軍団、西部警察シリーズの、大門軍団にちなみ、所属タレントの集団は、石原軍団。 石原軍団の愛称で広く親しまれいる。2016年12月から新たに石原プロネクストジェネレーションと呼ばれるグループが誕生し、従来の石原プロと共に二部構成となった。代表取締役会長は石原薪子、芸能事務所、制作プロダクションであるが、プロデュース中心になった他の制作会社と違い、撮影用機材、クルーを 現在も自社で保有しており、自身を映画制作会社と名乗っている。同社設立者の石原裕二郎は、もともと水野枝子と石原商事を経営していたが、1963年1月16日に石原の個人事務所、プライベートオフィスとして設立され、浅岡り子などの日活の俳優が所属した。 1963年から1973年にかけて大手映画会社にできない作品を作るという理想のもとに太平洋一人ぼっち、黒部の太陽、栄光への五千キロなど石原主演映画を中心に多数の映画を制作。特に1967年から1969年にかけては眉詰淳の大活躍によって一気に経営が潤った。 しかしその収益は先に挙げた、石原主演映画の膨大な制作費に充てられ、経営を圧迫。さらに、映画産業の社用化の煽りを受け、ある兵士の賭けなど、工業的に失敗した作品も多く、それらの自由で、会社存続が危ぶまれ八億円、当時近い負債を背負ってしまった時期でもあった。そんな苦しい状況にあえいでいた年、テレビへの過小評価から、 カくクに出演を拒否していた石原であったが、周囲の強い説得で嫌々ながらもテレビドラマ、太陽に吠えろ、東宝、日本テレビ制に出演することとなる。番組はスタートと同時に大反響を呼び、そこでテレビが持つ影響力の大きさを身を持って体験したことがもとで、後に活動の軸足を映画からテレビに移していくこととなる。そして会社の再建のため、 また自分が愛してやまない映画をもう一度作りたいという思いから自社でテレビドラマ大都会西部警察シリーズを制作して人気を集め10億円近くの負債を完済したのみならず約30億円に上る資産を築き再建に成功した。しかし本来の目的であった映画制作については石原の死去もあり1993年公開の 金ちゃんのシネマジャック向け短編を最後に遠ざかっている。また、テレビドラマの制作も2010年代以降は行われていない。会社存続が危ぶまれた当時、日活に所属しながらも、石原を兄のように慕っていた渡哲也を皮切りに俳優が所属するようにもなり、彼らのマネジメントも手掛けるようになった。石原祐二郎泣き跡は、副社長の私が社長に承認し、 所属俳優の神田正樹、菅広氏も共に取締役に就任し、それぞれ登記場は本名名義、専務は小政子と小林正彦が石原の亡き前から長年渡り勤めていた、詳しくは本人の功を参照。その後2011年3月28日の株主総会で石原牧子会長以外の取締役5人が退任。 代表取締役社長であった、渡哲也、取締役であった、神田正輝と、白広氏は、いずれも一俳優として、石原プロに所属することとなった。また、専務取締役であった、小林正彦は、健康上の理由で業界から引退することとなった。なお、現在の所属タレントや社員は、同年6月30日付で全員一旦、 退職した上で、翌7月1日付で一部社員が再雇用される形になる。また、執行役員制となり、社長の座は当面空席のままとなる。2015年6月22日、チャンネル銀河株式会社と業務提携契約を締結。それに伴い、同社代表取締役会長の石原真紀子が、チャンネル銀河株式会社名誉会長に、また、 チャンネル銀ンガ株式会社代表取締役社長の関本義則が石原プロモーション会長特命コンテンツアドバイザーに就任した。2017年4月1日、一俳優としての所属としていた渡哲也が経営陣にまた相談取締役の肩書きで相談役と取締役を兼任する。石原祐二郎が生前各界と交流を深めていたこともあり。 全国に共産企業、団体が数多く存在している。特に代表的なものとして、宝酒造があり、所属俳優が CM に出演しているほか、石原プロのイベントには、宝酒造の樽酒、小竹梅が毎回登場する。また、ドラマ、大都会パーシーでは、同社の島原工場、西部警察の日本全国縦断ロケでは、札幌工場、現在は閉鎖。 伏見工場撮影が行われ、校舎は当時の社長であった大宮隆が本人役として出演している。石原プロは撮影用の車やバイクなどの他に、餅つき機や3000人分の炊飯ができる炊事機などを所有しており、石原プロ関係のイベントで炊き出しをするのが恒例となっている。小林雅彦が自ら調理して、所属俳優が料理を配るのも人気の一つであり、 カレー、赤飯、豚汁、おはぎ、雑煮など種類も豊富である。現在は炊き出し、カレーが市販されている。1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震、阪神、淡路大震災では被災地の兵庫県芦屋市で私の弟である渡瀬恒彦と共に焼きそばの炊き出しを行った。 2006年4月12日放映の愛のエプロン3時間スペシャルテレビ朝日では私をはじめとする所属俳優が料理を披露2007年1月1日放映のスマップスマップ関西テレビ富士テレビのリコーナービストロスマップに私カン、カンダ、徳重の4人が出演した際には過去のイベントでの炊き出しの模様を記録したプロモーションビデオの存在が明らかになり ザ・タき出しパート4なるビデオの一部が紹介された。その中で感は、ただ、俳優のプロモーションビデオは一つもないとも明かしている。2008年11月12日放送の何これ珍百景テレビ朝日では、徳重里氏が都内にある石原プロの倉庫を紹介した。この際、胴体保存された多数の激用パトカー等と共に炊き出しに使う鍋なども称されたが、 新百景としては登録されず、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震東日本大震災ではトラック28台を連ねて被災地の宮城県石巻市を訪れ、私、神田が4月14日から20日までの1週間、カレーや焼きそば、おでん、ぜんざいなど豊富な炊き出しを行った。また、 被災地とは関係ない一般ファンが訪れたこともあり、道路渋滞が発生したことで苦情が出たとの報道が一部でされた。2011年9月7日から6日間、東京、日本橋高島屋屋屋屋上で大東北店の目玉として、屋上元気食堂を特設、売上金全額は日本赤十字社を通じて被災地に寄付される。また、レトルト食品、炊き出し、カレー、 ど汁、おでん、全んとして、一般販売もされる。石原プロが制作する作品はゆうじろう、私を主役として設定したものが多く、ゆうじろうしごわかんを主役にした作品が量産された。社名が、プロモーションとなっている点から、代表者の名前にとらわれない幅広い作品作りを、目指した、三船プロダクションなどの独立したプロとは全く、対照的なものであった。 黒部の太陽、西部警察に代表される大規模なセットを組んだアクションを重視した作品が多く、撮影中の演者やスタッフの怪我や事故がたびたび発生している。2003年には西部警察2003の撮影時に観客を負傷させる車両事故が発生しており、最終的にドラマは制作中止となった。また、過去に制作された作品はいずれも二次利用の機会が、 少なく断片的な形でのリリースとなった西部警察や自社の半券が出向している太平洋一人ぼっち、ゴキブリ刑事などを置いてソフト化されていないものが大半を占めていた。その後、経営体系の大幅な刷新を経た2012年に創立50周年プロジェクトとしてテレビ作品の順次 DVD リリースが決定、ただし一部の作品を除点原則セレクション形式での リリースとなる翌2013年には黒部の太陽をはじめとする劇場映画5作品がブルーレイおよび DVD でリリースされた。地上波以外での再放送も DVD と同様の傾向が見られたが2007年に日テレプラスで大都会シリーズが放送されて以降は衛星放送を中心に自社作品の再放送が活発化している。2015年には 石原雄次郎生誕80周年企画4 k ーミラ映像プロジェクトの一環としてチャンネル銀河との共同制作で機構番組西部警察全国キャラバンロケ聖地巡礼全10話を制作石原プロモーションが CS 向け番組を制作するのはこれが初めてである2016年1月からは動画配信事業にも参入大都会 西部警察シリーズの配信が開始されている。同社の社歌として、太陽と星たちの参加、作詞、中西矢や、作曲、羽田健太郎が存在する。元々は1978年に、雄二郎が中西に作詞を依頼した曲で、同年5月に予定されていた、パーティー、同社の設立記念パーティーとする説と、同社と関係の深い宝酒造のパーティーとする説が、 ある披露される予定だったが、雄う郎が同時期に闘病生活に入ったためレコーディングや披露も行われず、また譜面も行方不明となったため、幻の釈迦となっていた。当時は、同社のスタッフの間でも、釈迦があるらしいという都市伝説扱いだったという。雄う郎の死後の2013年8月に、同社の写真編さんのため、 雄次郎の自宅資料室を整理していたところ譜面が発見されたことから、白広氏の歌唱と船山元樹によるアレンジで初めてレコーディングがやれ、2014年3月にその存在が公表され、石原プロモーションのサイトで期間限定で公開されている。一般に石原軍団、石原軍団の愛称で親しまれている。石原プロネクストジェネレーション。 公式サイト内では、系列会社として扱っている。また、系列会社ではないが、石原プロが設立に関わっている会社もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。